リッタの聖母は1490年から1491年にルネサンス期のイタリア人芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われる絵画。19世紀にミラノ貴族のリッタ家が所有していたことからリッタの聖母と呼ばれており、現在はサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館が所蔵している。授乳の聖母と呼ばれる幼児キリストに母乳を与える聖母マリアを描いた作品である。 レオナルドのキャリア初期の作品であるカーネーションの聖母とよく似たアーチ状の二つの窓がある薄暗い背景に人物像が配されており、遭害には空気遠近法を使用した山並みの風景が描かれている。幼児キリストが左手に握っているゴールドフィンチはキリストの受難の象徴となっている。立派の聖母の作者については研究者の間でも意見が分かれている。 レオナルドの弟子であるジョバンニアントーニオ・ボルトラフィオやマルコ・トッチオーノの作だとする研究者もいるが、立タの聖母を所蔵するエルミタージュ美術館は、レオナルドの新作だとしている。立タの聖母は、レオナルドがミラノで工房を主催する前後の記録に残っている作品の一つだと考えられている。ウフィチ美術館が所蔵するドローイングには、1478年に、 レオナルドが2点の聖母、マリアを描き始めたと記されており、さらに1482年のレオナルドの工房の目録にも聖母のほぼ完成品、横顔と完成品、ほぼ横顔の2点の作品が記載されている。立派の聖母はこのどちらの記述にも当てはまるが、おそらくはレオナルドがフィレンツェに滞在していた時代に制作が開始され未完成のままになっていた。 立タの聖母をミラノの工房の弟子たちが仕上げたのではないかと言われている。しかしながら科学的解析の結果、立タの聖母は一人の芸術家によって描かれた可能性が高いともされている。レオナルドが描いた立タの聖母の修作。1 7 9 x 1 6 8ートルーブル美術館所蔵。立タの聖母の修作だと考えられているドローイングが、 数点現存している。中でも有名な集作がパリのルーブル美術館が所蔵するバラルティシコに含まれている銀筆で描かれた若い女性の頭部のドローイングである。このドローイングが描かれているシートはレオナルドの工房で弟子への手本として使用されたことが判明しており、裏面にはレオナルド以外の画家がこの手本の輪郭をペンとインクでなぞった跡が残っている。 この副写手法は、レオナルドも自身の作品の構成を決めていく過程で、使用していたものだった。このドローイングを直接の下絵として使用した絵画は、他にも存在しており、16世紀の未称の画家が描いた作品が、フランクフルトアムマインの指定デル美術館に、所蔵されている。同じく銀筆で描かれたドローイングが2点、存在しているが、これらは、レオナルドの模倣者、 おそらく弟子のジョバンニアントーニオ・ボルト・ラフフィオの手によるものではないかとされている。パリのオランダ教会が所蔵する幼児、キリストの頭部のドローイングとベルリンの同伴が陳列館が所蔵するマリアの衣服のドローイングである。これらのドローイングがボルト・ラフフィオ作だと言われているのは、同伴が陳列館のドローイングがボルト・ラフフィオが描いた別のドローイングの衣服によく似ているためである。 どちらのドローイングについても、立タの聖母の完成品から模写されたものではなく、最初から立タの聖母の修作として制作されたと考えられている。これは、立タの聖母では、幼児、キリストの頭部にほぼ隠れているマリアの右腕が、同伴が陳列館のドローイングでは、より多く描かれているためである。ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、ボルトラフィオ作だとされているドローイングが、 所蔵されている。ただしこのドローイングのマリアは厳しい横顔で描かれており、立タの聖母との共通点は見られない。このドローイングは、立タの聖母を制作過程初期に弟子が描いた終作で、レオナルドがルーブル美術館が所蔵するドローイングに修正したと言われている。立タの聖母が少なくともレオナルドの存命中には新作だとみなされていたことが多くの模写。 複製画が制作されていることから推測できる。レオナルド以外に、立タの聖母の作者だと言われることが多いのは、弟子のジョバンニ・アントーニオ・ボルトラフフィオである。デイビッド・アラン・ブラウンは、同じく、レオナルドの弟子のマルコ・ドッジ・オーノが作者であると、主張している。その根拠として、ドッジ・オーノのキャリア後期の絵画に、立タの聖母の構成に似た作品があり、ボルトラフフィオの絵画には、 そのような構成の作品が見られないことを挙げている。2011年から2012年にかけて、レオナルドが最初にミラノに滞在していた時に制作した作品の大規模な展覧会がロンドンで開かれた。この展覧会を主催したのはナショナルギャラリーで、立田の聖母はレオナルドの新作として展示された。しかしながら、ある美術史屋はおそらくは太陽の条件だったと指摘している。 第二次イタリア戦争の勃発により、レオナルドが1500年3月に、ベネツィアへ避難した時に、リッタの聖母も同時に持ち込まれたと考えられている。ベネツィア貴族で、当時のベネツィアに存在していた多くの美術品を、記録したマルカントニオ・ミキエルが、ベネツィアの名家、コンタリーニケの邸宅に所蔵されていた、リッタの聖母と、おぼしき絵画の記録を1543年に、残している。 幼児に授乳する聖母、マリアの上半身が描かれた、1フィートないし1フィート余りの小さな絵画がある。レオナルド・ダ・ヴィンチ自らが再色した偉大なる才能と素晴らしい出来栄えを見せつける作品である。当時のベネツィアの1フィートは34.7センチメートルで、これは現在エルミタージュ美術館が所蔵している、立派の聖母の縦図よりも短く横図の方に近い。 リッタの聖母の構成を模した最初期の版画は、版画カズワングアンドレアを中心とした芸術家集団の一人によるもので、ベネツィア派の画家が描いた最初期の複製画がベローナのカステロベッキオ美術館に所蔵されている。リッタの聖母が確実な来歴が残っているのは、アルベリコ十二世、ディベルジョイ王ー講師がジュゼッペローナル人物からリッタの聖母を購入したという七百八十四年の 記録である1813年にベルジョヨーゾが死去し、リッタの聖母はミラノ貴族の立タ家の所有となった。1865年にロシア皇帝アレクサンドル2世がリッタの聖母をアントーニオ立タ公から買い取り、これ以来エルミタージュ美術館で展示されている。アレクサンドル2世が購入した当時のリッタの聖母はギータに油彩で描かれた遺だったが、 エルミタージュ美術館でキャンバスに移植された。ありがとうございます。